写真を探していきたいと思います。お道を作り直し神を信じます。祈りを私のイエス・キリストを信じます。信仰を持ってスタートいたします。主よ、どうぞあなたはその私たちの願いにはるかに勝って答えを与えてくださるお方であることを信じて期待します。御子様ありがとうございます。主はあなたがこの礼拝を祝福し一年の良きスタートを切らせてくださいますように、イエス様の皆で感謝してお願いいたします。アメン。皆さんおはようございます。そして新年のご挨拶いたしましょうか。新年明けましてまで言ったら一緒におめでとうございますと言いましょうか。新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。新しい年を、教会で迎えることができて、まあいろいろ年末年始皆さんもお過ごしになられたかと思いますけど、私は、ちょっと、東京を離れていたんですね。まあそうするとですね、1週間ぐらい経って戻ってくるとなかなか普段のリズムに戻らないんですね。まあ、皆さんの中で器用な、
すぐに適用できる方はですね、適用できるんですけど、なかなか、都会と田舎の、リズムが違うなということをね、感じさせられました。でも、私たちの人生っていうのはですね、定住の場所じゃないんですね。いくら家を持っていても、それは仮の一時的な、まあ、つまりですね、長期でその、ところに泊まる、契約をした人は自分の家を買った人ですね。しかしですね、旅です、私たちの人生は。だから、ホテルに泊まっているようなものなんですね。まあ、ホテルに泊まって、次の日になると、さよなら、お世話になりました、ありがとうございましたっていうように、私たちが泊まっている、いつも同じホテルに泊まっている人もいれば、まあ、いろんなところに、アパート、マンションを借りている人もいる。でも、それはいつまでも続かない。旅は、また旅行はいつか終わって、そして家に帰ってくるように。私たちの旅はいつか天国に行く日まで続けられますけど、終わりが来る。だから私たちはですね、そのことを思い起こしながら、仮の宿に住んでいるんだ。定住の場所はないんだ。でも、そういう中で、教会こそは、皆さんがほっとできる、お帰りなさいと言えることができる場所でありたいな。いや、そういう場所なんですね。皆さん信じますか？まあ、ここから一週間出ていくとき、行ってらっしゃい。そして、日曜日の朝、お帰りなさい。そういう気持ちで、まあ、そうは言わないんですけどね、まあ、今度言いましょうかね。新年はですね、まあ、何か新しいことをしていけたらいいな。新しい年の新しい心構えということで、今朝の、また一年の、貴重メッセージになるかと思います。テモテ第1の手の1章12節から17節、この聖書の箇所を見たいと思います。まあ、主語をご覧の方はですね、本日の聖書箇所が入っておりますので、ご覧ください。テモテ第1の手の1章12節から17節まで、よろしいでしょうか。私は私を強くしてくださる私たちの主イエス・キリストに、キリストイエスに感謝を捧げます。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。父を皆さん読んでください。13節3、はい。14節、私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます恵み、ますます満ちあふれるようになりました。15節、皆さん。しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。17節ご一緒に。どうか御用の方、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に生まれと栄えとが世々限りなくなりますように。アーメン。この聖書の箇所を通して新しい一年の心構えということを共に考えていきたいと思います。私たちがお腹空いていた時にはですね、一杯の温かいご飯が必要でしょう。また寒い時には、温かいコート、そしてストーブが必要です。私たちこの新しい年、何が必要でしょうか。聖書は私たちが必要なものは忠実さであると今日の聖書箇所を通して教えてくれます。どうぞ新しい2014年、心を新たにして忠実なクリスチャン生活、忠実な歩みをさせていただきたい、そういう決断を今日させていただきましょう。3つのポイントで学んでいきたいと思います。第1番目、何に忠実であるべきでしょうか。
まず一つ目はですね、礼拝出席、日曜日の礼拝出席において忠実でありたいものです。まあ、私が育った教会ではですね、絶対誠実厳守、という、まあ、私たちの教会は誠実聖なる日ではなくて主日というふうに、言ってますけれど、誠実厳守と、まあ、多くの教会がそうやって、日曜日の礼拝を、命よりも大切にしなさいと教えてきました。まあ、私はですね、そこまでは言いませんでも人生の第一の優先順位を置いてください。まあ、例えば病気で来れないような時には仕方がありませんけれど、でも教会と何かがぶつかった時にはですね、できるだけ、教会を優先する。そしてまた、教会日曜日と重ならないように、皆さん努力してこの日曜日の礼拝を大切にしてください。なぜ日曜日なのか。イエス様は私たちの全ての罪と罪を負って死に、日曜日の朝によみがえったんです。ぜひこの日曜日の朝、イエス様にお会いするという気持ちで教会に集まってください。アメン。2番目、神様との関係において忠実であってください。人は見ていなくても神様はどんなことも見ているんです。その神様との関係において忠実に歩む。そして神様と忠実に歩む人はですね、人間関係でも忠実になってくるんです。皆さんどうぞ、多くの世の中の人はですね、人が見ているか見ていないかで自分の生き方を変えたり決めてしまうものです。でも私たちは神様が見ておられる、その瞳を意識して私たちの生き方を決めていきたいものです。そしたら自然にですね、私たちの生き方は忠実になります。3つ目、奉仕活動において忠実になりたいものです。教会での奉仕、皆さんの賜物を使っての奉仕、これも大切です。ヤミちゃんがですね、大学入試のための、何かボランティア活動をするっていう、そういう課題がありましたよね。それで、幼稚園か、保育園でそういうボランティアを経験しました。それはとっても良かったことだなと思います。来年3月、今年3月か、にはですね、また、皇居に行ってですね、お祈りをするために、勤労奉仕を、しようかと思っております。もし皆さん興味ありましたらですね、一緒に行きたいと思いますし、また皆さんの地域で何かボランティアをしたり、また、困っている人がいたら手を差し伸べたり、ゴミが落ちていたら拾ったり、また心寂しい人に皆さんの笑顔を向けてあげる。すべての奉仕は神に対するものと思って皆さん行ってください。私たちはですね、そういう働きを通して神の栄光を表していきます。3つを学びました。まず1つ目は礼拝出席において忠実に、2番目、神様との関係において忠実に、3つ目は奉仕活動において忠実にさせていただきたいと、そう思います。アメン。2番目、なぜ忠実であるべきなんでしょうか。それは私たちが忠実である前に神様の方が私たちに忠実であった、聖書はそのように教えてくれます。一人のイエス様を私たちの救いのために送って、そして救ってください。いざとなったら頼れない人っていうのがいます。いざとなったら家族よりも遠くの親戚よりも近くの誰々なんてこともあります。でも神様は何があっても私たちを捨てない。どんな時にも忠実に私を守り、そして私を救うために一人のイエス・キリストをクリスマスに送り、十字架にかけてくださった。イエス様は十字架の死に至るまで忠実に、投げ出してもよかったんです。でも肉を裂き血を流してイエス様は忠実に私たちの救いのために死んでよみがえってくださいました。私たちが敵であった時でさえ、神様を知らない時にも
愛してくださいました。皆さん、神様の忠実さは愛に表れています。神様は皆さんを愛しています。どんな時にも捨てることがありません。どんな時にも忠実であってくれます。どうぞ、まず神様が私たちに忠実であられた、あられる方であるということをしっかりと思い起こして、そしてその神様に応える気持ちを持って、私たちは忠実にこの年を歩んでいきたいものです。3番目、じゃあ忠実さに、忠実に歩んだらどんな報いがあるんでしょうかということについて共に学びます。忠実な人はですね、この地上でもそうですけど、天国において多くのものを任せられる。聖書はそう教えています。皆さん、ね、ちょっと考えてみてください。皆さんがですね、社長だったとします。どこどこの社長、社長になったとしてですね、どういう人を雇いたいでしょうか。そしてもし皆さんがですね、社員だとしたら、まあ、自分が社員だとしたら、自分が社長で自分が社員だとしたら、自分みたいな人を雇いたいでしょうか。いやー、自分みたいなのが社員だったら、扱いにくくて大変だな。まあ、暇があれば、怠けようとする。これは嫌だな。まあ、そういうこともあるかもしれません。でも私たちはですね、自分が社長で、また自分を雇おうとしても、真っ先に自分を雇いたいな、自分こそ社員であってほしいな、まあ、そういう生き方をする人こそですね、忠実さ、忠実な人ではないでしょうか。まあ、皆さんがですね、じゃあ教会の牧師だとしたら、皆さんみたいな方が、教会の信徒だったらどうでしょうか。嬉しいでしょうかね。まあ、嬉しいですね。皆さんが神様だったらどうでしょうか。皆さんを見て喜んでおられるでしょうか。私たちはそういうふうに自分がどう映っているのか、神様の目に、そして自分の上に仕える人にどういうふうに映っているのか、そういうことを考えながら私たちは忠実に歩んでいきたいものです。そして社長はですね、やっぱり忠実に真面目にやる人に多くを任せたくなるんじゃないでしょうか。鉄鋼のアンドリュー・カーネギーという人は、いました。まあ、彼がですね、その US スティールという会社を一代で築き、巨万の富を築いた男です。じゃあこの人が次の社長に誰を任命するだろうか、世界が注目しました。その時に多くの人がですね、ハーバード大学を出たあの、社長、いや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 、このイェール大学を出たあの人がいいんじゃないか、もうこの人こそふさわしい、そういう大方の期待を裏切って、一人の男を、名もない中学卒業のこの男を社長にしていたんですね。なんでそんな人を社長にしたのか。社長がですね、見ていないところで彼はいつも忠実でした。見ているところで忠実な人はたくさんいます。見ていないところで忠実だったこの男は違うな。たまたま夜会社に来たらですね、彼は一人掃除をして次の日の仕事の準備をしていました。たまたま朝早く来たらですね、誰よりも早く来て会社の周りを掃除し、そして一日の仕事を準備していた。誰も見ていないところで忠実にやっていたこの男こそ社長にふさわしい。そういうふうにずっと長いことを見ながら心で決めていたそうです。誰もが、こんな人が社長、でもこのカーネギーの見る目は間違っていませんでした。私たちはですね、何ができるからできないから、そういうことで言い訳するのではなくて、与えられた仕事、自分が与えられたポジションにおいて忠実に仕事を行っていく。そうすると
この世の社長も皆さんもですね、より良いチームより多くのものを任せてくれるでしょうね。でも何よりも神様はそれを見ておられる。神様はこういうんですね、正直に忠実なものは大事にも忠実だから多くのものを任せる。正直に忠実っていうのは、いやこんなもんね、やってもやんなくてもいいや、誰も見てないから、そういうことが正直です。でもそういう小さなことに忠実に真心を込めて、人が見ていないそういうところ時に忠実にできるかどうか、神様は見ておられるのではないでしょうか。まあ、私がですね、牧師をしていて、忠実さが試されるってことはよくありました。時にはですね、集会に人が来ないなんてことも、なかったわけではありません。じゃあ今日人も来てないから集会やめようか、例えばですね、人が来てから始めてもいいんじゃないか、まあ、細かいことですけれどもね、そういうことってね、あるんですね。で、1年50回ぐらい礼拝してるとね、100回か、もっとしてるから、マンネリ化してくるんですね。いつも同じようなこと。それでも命をかけて、私は神様を愛します。神様に最高の礼拝を捧げたいです。この礼拝を受けてください。そういう気持ちで私は神様の前に忠実でありたいと思ってきました。だから忠実さっていうのって、私が何かすごいって言ってるわけじゃないんです。誰も見ていないところでどうしているかっていうところで現れるんですね。人が見てたらその時には誰もが忠実に振る舞おうとするでしょう。でも私たちが誰も見ていないそのところで神様に忠実であるかどうか、そのことを今年は挑戦していきたいものです。まず忠実さはですね、主人に対して、主人というのは自分の雇い主だとかですね、まあ親だとか、そういう、自分の上に立てられたその人に従順であるということ。2番目、立てられた権威に従順であるということ。まあ例えばですね、国家権力、警察とか、また政府とか、聖書はこういうふうに言うんですね。上に立てられた権力者のために乗りなさい。そしたら平安な毎日を過ごすことができます。まあ、クリスチャンの中で時々ね、アレルギーを持つ人がいるんですね。今の政府はとかですね、何々党はとか。どうぞ私たちは何かを非難する心があったら祈ってください。総理大臣のために、皇室の人が救われるように、私たちは立てられた権威に従順であるということを聖書が教えてくれています。3番目、足りないところを非難するのではなく、自分の身をもって補うということ。使徒パウロはですね、こういうふうに言いました。足りない人を見たときに、その人を非難するんではなくて、その足りないところを自分の体を持って補うということ。まあ、例えばですね、じゃあ自分の家族を考えてみてください。私のお父さんはお母さんは、私の子供はここが足りないな。お父さんお母さん直してよ。あなた直しなさいよ。口で言うことは簡単です。でも足りないところを補う。痛みを負って、犠牲を払って、足りないところを自分の体で補っていく。教会もそうです。足りないところがたくさんあるでしょう。その時に、ここが足りない、こうしたらいいのにな、言いたくなるかもしれません。でもその足りないところを私が補います。それが聖書の生き方なんです。まあ私たちは木ですね、ブドウの木、ブドウの木です。ブドウの木でですね、足りないって言ってですね、それを切っちゃったらどうでしょうか。痛いです。そしてせっかくもうちょっとすれば実を結ぶので、それを切ってしまったら元も困りません。人を非難して注意してそれを切ってしまうというのはそういうことです。私たちお互いに
つながって、そして足りないところを私が補っていく、そのような形で教会においても職場においても、この1年皆さんの職場どうでしょうか。足りないところあるでしょうね。でも学校でもそうかもしれません。それをですね、もちろん、何か言ってくれないかって言った時には言ってもいいでしょうけど、それを非難するよりも私が補います。そういう1年でありたいものです。4番目、主人が喜ぶ姿を思い描きながら生きる。主人というのはですね、皆さんの雇い主もそうです。でも神様、そのお方が皆さんの忠実を喜んでいる。ああよくやってるな、頑張ってるね、皆さんをですね、そのように喜んでくれている、その姿、顔を描きながら一生懸命忠実に努力していくということです。どうぞ皆さん、自分に対して劣等感を持たないでください。おそらく私たちの中で一番強いやる気をなさせる力は劣等感だと思います。人と自分を比べて、自分はダメだ、自分は劣っている、もうちょっと顔が良ければ、もうちょっと良い環境に生まれれば、もうちょっと体が大きかった、皆さんどういうふうに生まれても同じです。必ず上には上がいます。私たちはですね、どうぞ人と自分を比べて劣等感を持つ、そのことから解放されたいと思います。皆さん、違いなんです。チューリップの花とバラの花と、買ったらバラの方が高いです。でもバラが必ずいいでしょうか。野原にはチューリップの方が綺麗です。桜、綺麗だけどパッと散ってしまう。でもだから桜がいいんです。皆さん、どの花にもそれぞれ良さがあるように、皆さんにはそれぞれ絶対人と比べることができない価値と素晴らしさがあるんです。皆さん、どうぞ自分の素晴らしさに気づき、目覚め、自分の素晴らしさを磨いてください。劣等感を持つとやる気がなくなってしまうんですね。イエス様の例え話の中に3人のしもべを呼びつけて、主人はですね、これから旅に出ると、じゃあ3人に、じゃああなたには1タラント任せる、じゃああなたには3タラント、あなたには5タラント、それぞれですね、違う分量の賜物を任せられました。まず5タラントもらった人はですね、すぐに商売しました。もらった5タラントで、預かった5タラントですぐに2倍に増やして10タラントにしました。2タラントの人はどうでしょうか。これもすぐに4タラントで2倍にしました。ところが1タラントの人はどうだったかというと、もうやる気がないんですね。なんだよ、神様、不公平だよ。あいつには5タラント、こいつには似たの、なんで俺だけ一なんだ、私だけ一なのよ、ひどい、もうやる気もしない。その一タラントを地中に埋めて、そして神様が、その時は主人が戻ってきました。5タラントの人は10タラントにしました。主人は喜びました。よくやったね。そして2タラントの人は4タラント儲けました。よくやったね。でも1タラントの人にはどうでしょうか。あなたは悪い不公平な主人だから、たった1タラントしかくれませんでした。だからその1タラントを失ったとしたら、私を叱るでしょうから、失わないようにちゃんと1地中に埋めておりました。だから無事に守り通しました。あなたにそれをお返しします。バカ者、怠け者だ、平らなしもべだ、そういうふうに言って、この一タラント何も儲けなかった人は怒られました。この一タラントの人はですね、劣等感を持って
どうせ私はやったってうまくいかない。そして主人はね、不公平だ。主人ですね、ブツ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 不満を言って、文句を言って、やる気を失ってしまいました。もしこの人がですね、1タラント、それを2タラントにしたらどうだったでしょうか。神様は同じように喜んでくれたでしょう。じゃあもう一つ、じゃあこの1タラントの人が商売に失敗して、もうマイナス3タラントの借金を作ってしまったらどうでしょうか。ご主人様、あなたに喜んでもらいたいと思って私は一生懸命やりました。でも結果としては失敗して、そしてこんな借金を作ってしまいました。許してください。ご主人は何て言ったでしょうか。間違いなくよくやった、そう言ってくださるのが神様なんです。要は人と自分を比べるんじゃなくて、主人が喜んでくださる顔を思い描きながら、与えられた賜物の能力、それを使って一生懸命コツ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 それをやっていく、その忠実な姿を主人は、神様は喜んでくださる。皆さんどうぞ、人と自分を比べて、自分は1タラントだとか、自分は2だとか5だとか、そういうふうに考えないでください。与えられたものをそれを増やしていく、それを使って働きをしていく、その生き方に神様は皆さんを忠実でよくやった人だと見てくださるはずです。皆さんに与えられているものがあります。最低1、最高5、比べなくていいんです。で、多くもらった人はですね、多く返さなきゃいけないんです。大変なんです。1でいいじゃないですか。まあ2でも5でもいいです。でも大切なのは、どうぞ失敗してもいい、神様に向かって一生懸命、まあ、今年受験をする南ちゃんもいます。一生懸命、神様助けてください、一生懸命勉強します、入学できるようにしてください、そうお祈りしながら、その勉強している姿を神様は喜んで、よし、この学校に入れてあげよう。そして神様はですね、その南ちゃんの一生を祝福してくださいます。皆さんそれぞれですね、与えられた人生がある。それを嘆くんじゃなくて、ありがとうございます、神様、私にこの体を与えてくれてありがとうございます。皆さん自分の体に対してありがとうって言うことあります？当たり前じゃないんですよね、体が動いてくれるって。今年もこの体よろしくお願い、そしてその体を使って一生懸命仕事をしていく、よろしくね、神様助けてください、自分に与えられたものを持って一生懸命やっていきます、だから神様助けてください、そういう新しい心構えを持って、皆さんどうぞこの体を、皆さんの魂を、皆さんの霊を、皆さんが持っている全てのものを使って、その通りにして、コマがですね、最高に強く静かに回るように、私たちはですね、全力でこの1年、持っているものを全て使って、神様に向かって忠実な生き方をさせていただこうじゃないでしょうか。アーメンでしょうか。お願いします。天のお父様、新しい年を迎えました。神様、何が起こるか分かりません。でも神様、私たちのこの一生を、一年を助けてくださり、あなたに忠実だ、よくやったと言ってもらえるような、そんな生き方をしたいです。神様どうぞ、私たちのこの1週間の歩みを、この1年の歩みを祝福してくださいますように、心からお願い申し上げます。イエス様、ありがとうございます。心から感謝いたします。この一年の初めに新しい決断をしたいと思います。イエス様の皆でお祈りいたします。アメン。皆さんでしばらくお祈りをしていきたいと思います。どうぞ新しい心の前、忠実な歩みをさせていただきたいと思います。松崎さん、この後、お仕事に行かれますけど、松崎さん忠実に頑張っております。皆さんも頑張っています。神様が祝福してくださいませ。一緒に祈っていきましょう。ハレルヤ。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。その力が豊かに豊かに育てていますか。一年でありますように。先ほど申し上げました。主よどうぞ私たちの家族を、私たちの親戚を、神様、私たちに関わる全ての人が救われるように、教会につながるように、あなたにつながるように、神様、祈っていきます。神様、助けてください。主よ、また私たちの地域、私の学校や職場や関わっている全ての人がイエス様を知ることができるように、信じることができるように、神様、私たちのこの生活を通して、私たちの生き方を通して、イエス様を伝えさせてくださいますように、時には私たちが弱く、疲れ、体の調子が悪くなったり、心が落ち込んだり、また、やる気がなくなってしまうようなこともあります。でも神様、その時あなたに向かって祈り、あなたから助けをいただいて、この一年歩んでいきます。神様、どうぞこの与えられたこの体を感謝いたします。どうぞこの一年健康で私たちの体を守ってください。私たちの与えられた魂を感謝します。姿勢、感情、意志という、その3つの領域を持っています。神様、どうぞこの魂があなたの聖霊に満たされて忠実に歩んでいくこと、また私たちに与えられた聖霊、霊が神様あなたによって満たされて力強く歩んでいくことができるように、神様、霊を強くしてください。サタン、悪魔に、悪霊に打ち勝つことができる霊的な力をください。またストレスに打ち勝つことができる、いつも喜んでいることができる魂の力をください。またノロウイルスやインフルエンザやさまざまなウイルスに打ち勝つことができる健康の力を、肉体の力をお与えください。免疫力をくださいますようにお願いいたします。神様、私たちのこの国を覚えてください。天の陛下皇室、神様、あなたの救いがありますようにお願いいたします。神様、安倍総理大臣の日本の政府を、官僚、閣僚、そして議員たちを、それから教育者たちを、またマスコミの関係者、また、会社を経営している方々の上に、サラリーマンの上に、国家公務員、地方公務員の上に、またアルバイト、フリーアルバイターの人たちの上に、また、神様、職に生きている家を持っている主婦の上に、一生懸命勉強している、学生たちの上に、おじいちゃんおばあちゃんの上に、子供たち赤ちゃんの上に、みんな男も女も神様、あなたの守りの中にこの年を置いてくださいますように、愛するイエス様が一人一人を支え祝福してくださいますように、心からお願いいたします。天のお父様、ありがとうございます。今夜集まりましたお一人の人を特別に祝福してください。一緒に礼拝できることを感謝いたします。あなたを賛美し、この朝も礼拝を捧げます。主イエス様、どうぞこの1年間も私たちを導いてくださいますように、これからお願いいたします。どうぞあなたに忠実と認めていただけるような、使徒パウロが神様に忠実に歩もうとしたように、私たちもそれは忠実な1年としてあなたの前に捧げます。私たちの1年を導いてください。勝利の1年とさせてくださいますように、イエス様の皆で感謝して賛美してお祈りいたします。アメン。一緒に神様に感謝の拍手をされたいと思います。今のお答えください。神様、ありがとうございます。